テレビつまんないね。電気代の無駄だよ。あ、僕見てたのに。あんなの見てたらバカになっちゃうよ。ほら、昼寝でもしようね。トム、さっきから僕のノートパソコンで何やってるの？この前撮影したお前のワンマンショーをコニコニ動画にアップしたから、コメントがつくのを待ってる。え、コニコニにアップ？嘘でしょ？ほんと。うわー、恥ずかしいから削除してよ。でも恥ずかしがるほど再生されてないぞ。コメントもほとんどないしな。あ、本当だ。それはそれで寂しいような。お前人気ないぞ。お前のパフォーマンスが寒かったんだろうな。そんな人生最大のパフォーマンスだったのに。これじゃつまらないから別の動画をアップしよう。別の動画？これはいいぞ。ペットの動画は人気が出やすいからな。真ん中分け、耳に息吹きかけてくれ。え、起きちゃうよ。いいから。あ、わかったよ。いいのが撮れたぞ。タイトルは「金縛りに合うパグ」。タグは動物、パグ、金縛り、AV。AV？アニマルビデオのことな。ああ、アニマルビデオ。よし、投稿完了。今度はきっとたくさんコメントつくぞ。今日も帰ったらココアを飲むぞ。ん？パパ？マキオか。パパだ。久々にモンスターが現れたからトムを出動させてくれ。え、どこに？黒パグかわいい。トムの声うぜえ。顔出しはまずいだろうか。まあ顔は真ん中分けの顔だからな。てか俺の声がうぜえってなんだよ、タク。にしても全然人気出ねえな。刺激が足りねえのかな。トム大変だよ。おいこら、急に出てくんじゃねえよこのキノコ。あ、ごめん。いやトム大変なんだ。モンスターが現れたんだ。刀川の近くだからすぐに来て。はあ、めんどくせえよ。ん、待てよ。モンスターか。これは使える。待て、わかった、すぐ行く。あ、天井壊さないでね。うっせえよバーカ。はあ、また修理か。よーし、大暴れするモンスターを撮影すればきっとすげえ人気動画になるぞ。やっほい。おっと危ねえ。あれ、トム何やってるんだ？よし、こんなところか。そんじゃ早速投稿だ。帰っちゃった。人気のタグも追加したし、今度こそ人気出るぞ。パグの方が良かった。パグの方が人気出る。つまらない、つまらない、つまらない。くっそー、つまらないのか。悔しいな。くそー、傷つく。おい、トムが泣いてるぞ。きっと人参オイルが漏れてるだけだよ。それを言うならエンジンオイルだぞ。よし、どうやったら人気が出るかコメントを見て考えよう。つまらない、つまらない。あいつ大丈夫か？情緒不安定なのかも。それを言うなら情緒不安定だぞ。もう大丈夫だ。ん？マット作ったら？ああ、よく見る音に合わせた継ぎはぎの動画か。頭がおかしい感じの。マットか。あ、今まで投稿した動画を編集したらマット作れるかもな。エビフライ。いりえ。エビチリ。トム、来ないみたいだよ。ああ、そうだな。俺、母ちゃんに怒られるから、そろそろ帰るわ。あ、うん。トム、どうしたんだろう。できた。さて、前回のお話は覚えていますか、黒パグくん。はい、ゴールデンウィーク休みで2週間ぶりなので、すっかり忘れてしまいました。忘れてしまったのですか。まあ、問題ないでしょう。うわー、はあ、うわー、はあ。もう朝か。今日は日曜日、学校お休み、ここは大好き。わあ。ん？何？トム？トムどうしたの？わあ、トムダメだよ。何やってるの？だってこれ見てみろよ。ああ、みんなひどいだろ？俺が苦労して作った動画を。ああ、確かにつまらない。ああ、いや、なんていうか。あ、ほら、ゲームの実況やったら？だって。どう？ゲームの実況か。さあ、始まりました。トムのゲーム実況です。てか、トム、なんで僕が実況やるの？お前がゲーム実況やれって言ったんだから、お前が喋れよ。なんか違うような気がするんだけど、まあいいや。さあ、今回のソフトは、スモールジャンボスターです。プレイヤーはトム。さあ、早速ゲーム開始しております。あ、トム、もう一回やってみよう。ね。さあ、このゲームは即死ポイントが多いので慎重に進みたいところ。トム、それを投げたら大変なことになっちゃうよ。見てくれてありがとう。次回のスパイシーボーイもお楽しみにね。それじゃ、またねー。